こにゃじわ。ちょ。いきなりめちゃめちゃヤバそうなコース。いや、これどうやって突破するんだ。土管が怪しいと思うけどどうなのかしら。いや、日本の乗り継ぎでいけると思う。マリオは土管に入ってったが、よし、誰もいない、今がチャンスだ。いや、やられるんかい。でも無敵時間でスピンを入れられる。よし、これならいけそうだな。んでもキノピコが先に行ってるっていうね。おっと、やられたみたいだぞ。オッケー、めちゃくちゃチャンスじゃん。足場も出てきたしね。いやあ、ゴールだ。これ下からじゃいけないじゃん。え、となると裏ルートが正解だったってこと？いや、もうわかるでしょ。絶対頭狩りを狙ってる。やるしかない状況。ここだ。で、急にすんごいラグが発生してるけど。頭狩りで、いやあ、やりやがった。オッケー、これで僕の勝利だね。もうそんな急がなくてもいいと思うけど。あれでトゲに当たってたら笑いものだったぞ。僕も一瞬ヒヤッとしたよ。さあ今回は夜の草原。腐ったキノコが出てくるかも、だから注意しないとね。とりあえずルイージに戦闘が取られたと。で、ああ、大量のどんぐりが出てきたけど。いや、あれは取りたかった。オーダがここで戦闘に。ピンセンプ。で、ああ、ルイージがやられた。よーし、体勢を崩して鉄球に当てられた。すごい。よくあそこでスピンジャンプを入れたわね。坂だったからしゃがみジャンプができなかったからね。あれ、今キノピをやられたわよね。オッケー、これで僕の独壇場に。ムササビにもなれたし、これはほぼもらったか。んでもソーダグレープに落ちる可能性も全然あるからね。ここからは焦らず急げってわけだな。難しいこと言いやがって。こんな感じで滑空しながら。いや、何ダメージ食らってんだよ。ヒップドロップは完全に悪手だったか。ま、もう一回ダメージは食らえるけど、滑空ができないってだけでこんなに不安になるのな。他の人も裏エリアに来てるし、詰められないようにしないと。ん、これは我慢の戦いって感じね。またどこかでどんぐりがあったら嬉しいんだが、うん、取れないと思って行動した方がいいね。背景がわかりにくいし騙されないようにと。いやあ、また中間のささぎにも慣れたんだぜ。よしよし、さすがにもう裏エリアには行かないよね。かなり走り抜けたしね。お、そこにある玉って、じゃあゴールデン。いや、ゴール待ちしないのかよ。うん、ごめん、本当は待とうとしたんだけど。変にブレーキしちゃったせいね。さあ次のコース。マリオだから戦闘は取れたけど、足元ツルツルだから助走に時間がかかるよな。ジャンプでなんとか。ん、残念ながらキノピコに抜かれると。く、土管員もミスった。さあ3番手に落ちちまったが。おっと、これウェルトと見た。あの10コインは罠だってこと？今日ルイージが帰ってきてるからそういうことだな。なんならこれ、ワンチャンウエステもあり得る。ほんとだ、ない判断ね。よしよし、このまま逃げ切っちまおうぜ。ん、でもターンがちょっと怖いわね。ショートカットできる可能性もあるしな。ちょっとずつ差が広がってきたからアイテムとか取れないかな。お、ハテナブロック。よし、フラワーは強い。これならゴリゴリに攻めて良さそうね。いやー、ここで左にターンだったか。抜かされなくてよかったな。頭狩り。で、おお、竜巻で一気に上昇。めちゃめちゃ助かったじゃない。逆になかったらキノピオに抜かされてたね。ラグも結構ひどいし、最後まで集中しないとね。足を踏み外したらほぼ負けだよな。いやー、この交互に登っていくのしんどいぞ。キノピオもかなり詰めてきてるもんね。やばそうだったらまた頭狩りを狙おう。またお前はそういうことばっか考えて。あ、でもそこの土管で終わりじゃない？じゃあよかった、ゴールだ。ギリギリ逃げられたわね。いやー、ちょっと落ちそうだったから危なかった。全員で仲良くゴールだな。さあ次のコース。また雪のコースね。んー、まあそんなにツルツル滑らないからな。いつも見たく戦闘ヒップドロップで。で、ヒップドロップが入ってねえぞ。プニプニしちゃって3番手になっちゃった。さあ、裏エリアは、ああ、完全にツルツル滑りまくるな。これやられ要素が多そう。早速ルイージがやられてるしな。よし、ここでアイテム落とっちゃおう。キノピコはそのまま行っちゃったわね。お、なんだこの隙間。ああ、もしかしてショートカットというわけでもなさそうな。逆に引っかからなくてよかったよ。さあ、どうすればキノピコに追いつけるか。引っかかり要素が欲しいわね。グッと100体。はいはい、ありえないっての。全然止まる気配がないもんな。ここは上に登らなきゃか。当然キノピコは突破しちゃってるわね。で、おい、キノピコも裏エリアを抜けたんじゃね。ちょっと待って、さすがに早すぎない？いや、何もなかったのか。あー、もうゴールだったか。ゴール待ちしてくれてありがとね。ちょっとほっこりしちゃったじゃない。いやー、昔要素が何もなかったな。やっぱりスタートダッシュはめちゃめちゃ大事だね。あ、ちょっとルイージ。いや、殴られてんじゃねえか。結局スタートダッシュは失敗ね。頭狩り算段。おー、すごい。ま、狙ってできるもんじゃないけどね。とりあえず2番手に上がれたな。プレッシャーをかけて抜かせないかな。じゃあ、早速やられたじゃない。オッケー、これで僕が先頭に。よしよし、あとは後ろ2人に抜かされないようにだな。中間でパワーアップはなしと。おっと、画面をミスってるね。これでほんのちょっと差が開いたわね。いやー、今の壁キックスタートはやらない方が良かった。クリボーがいたせいだな。なんなら逆に差が縮まっちゃったかも。頭狩り。あんまり意味のない頭狩りね。んー、まあ若干の差は開いたんじゃないかな。さっきからパックンが怖いんだよな。いやー、チビ状態が辛い。で、あっ、マリオがやられたわ。ちょうどライリアも終わったね。なんなら今キノピコの断末魔も聞こえたよな。オッケーオッケー。
だったらここは慎重に行かなきゃね。確かに何気に危ない敵の配置だもんな。後ろの人が安全に来れるように倒しておくよ。へえ、たまには優しさを見せるのね。ちょっと僕って優しさの塊じゃなかったっけ。優しさよりもやらしさの方が目立ってるからな。さあ次のコース。お、スーパーボールフラワーか。反射させて鍵を取らなきゃね。よし、戦争を取ったから取れそう。嫌なのに取られてんじゃねえか。いやー、フラワーが一マス浮いてたせいか。次は僕が。いや、今度はキノピコじゃない。さすがに次はお前が取れよ。これで取れなかったらやばい。よし、なんとか僕が取った。てか、誰も鍵を取ってないっていう。いやー、マジでこれ上から飛び越えられるじゃん。こんなガズンなんかできるのか。キノピコもさすがに気づいてるわね。く、ちょっと膨らんじゃった。キノピコはここで降りたが。僕はさらに上から行く。じゃあ、穴が行けるのね。ふっふっふ。さすがにこれはもらった。でも行き止まりの可能性だってあるんだからね。で、これ飛び越えられちまうのか。ここもないじゃーんぷ。さ、先が見えないが。さようなら。で、何もないんかい。うわ、これはもったいなさすぎる。く、でもみんなも同じく飛びすぎるんじゃない？まだ勝てるか。そんなわけもなく。いや、完全にやらかしてるじゃない。っていうか、ルイージどうやってゴールしたんだ？普通にゴールの鍵ドアを開けただけだったか。めっちゃ早かったわよね。ズルニャンが負けちまったな。そしてここはヤバそうなコースだけど。クソ、サメックを踏む予定だったのに。キノピコが正面に立ったから消えちゃったのね。しゃあなしなんだぜ。てかこれ、ここに中間ってことは。そうよ、多分短いコースよね。マジでキノピオに行かれちまう。このテレサはヤバそうな。あー、もうゴールされちゃったじゃない。もしかしてキノピオゴール待ちしてくれてたか。いやー、さすがに無理だって。ま、戦闘有利だったってことね。さあこのコースは演出です。いやいやな雰囲気が出てるんだが。てかこれ下のブロックに絶対アイテムが入ってる。となると叩くわけにはいかないと。ま、先にアイテムを取られちゃうもんね。いやー、マリオに取られたか。あ、左にも入ってるのね。なんとか2番目に取れたか。てか、上の隙間がめっちゃ気になる。で、またそんなんする気じゃないでしょうね。頭狩りしないと届かないわけだが。当然狙うに決まってるじゃん。やっぱりそうだよな。マリオも狙ってそうね。だとしたら話は早い。なんとか上に被せて。頭狩り。だー、それじゃあ届かねえ。もう一丁。オッケー、今度は完璧ね。ま、ここも塞がれてなければいいが。あれ、キノピオが。なるほど、ピードアだから押されるのを待ってるのか。よーし、一気に突っ切っちまおうぜ。ゴール直通でおなしゃす。雰囲気的にも怖いからね。これで繋がってなかったらやばいぞ。あー、先が見えないぞ。これって右っ飛びできるのかしら。ここまで来たらやるしかないぞ。届け、僕の思い。ちょっとガリガリが。危ねえ、足場があって助かった。しかも上にゴールがあるじゃない。おお、今回はズルニャン大成功だな。これで頭狩り勝負に負けてたら、マリオが勝ってたってわけだな。やっぱり頭狩りは最強なのさ。それじゃあみんな、次の動画へ行ってらっしゃい。